どうも、おはようございます。藤ナッツ健でございます。さあ、今日はですね、もちこねという視聴者さんに勧められたゲームやっていきたいと思います。餅ぐるぐるすると、餅出てきましたね。で、これをはぁはぁはぁドラッグして重ねると、おいほいほい、なるほど、新しいニューお餅が出たよということで、笹餅ができますよと。餅マニアの天の声が、はるか昔にこの場所で食べた伝説のお餅を探しているが、どんだけ餅をこねても普通のお餅しかできません。いや、いいよと任せてしかないけど、まあ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 いいわ。とりあえずまあ伝説のお餅ができるまでもうガンガンくっつけていきますよみたいな、まあそんな感じですね。よしよしよし。とりあえずチュートリアル終わったんでガンガン餅こねていこうと思います。まあ不思議なことにね、お餅とお餅を掛け合わせると笹餅っていうね、なぜ餅から笹ができるんだっていうその疑問はありますけれども、さあ出ました。いちご大福。あんこといちごはどこから来たんだろうかというね、まあ、その辺の疑問はありますけれども、まあ、餅をこねることによってね、新しい新種がどんどんできていきますよと。ほんで、伝説のお餅を作り上げてね、ちゅう、まあまあ、シンプルなゲームですね。ただですね、これ、新しいのできましたね。おはぎ、ね、あんこ、いちごがなくなってる感がありますけど、まあまあまあ、で、餅ランクアップ。なるほど。ちょっと待って、これ餅ストック切れたらどうなるんだろう。そこもちょっと疑問点ではありますけれども、新しいの来たけど、とりあえずちょっとお餅の補充、なるほど。15分待たんといかんけど、タップすると3秒ずつぐらい減っていきますね。なのでこれはもう、広告見ても今すぐ補充が可能なんですけど、多分この感じだと30秒広告見るよりはタップした方が、早そうですね。3秒ですね。まあまあ、タップした方が早い。15分分タップ。まあまあ、これ30秒かかってないと思うので、これはまあ連打すればなんとかなる感じですね。で、41個と。レベルが上がったらこの41がどんどん増えていきますよってな感じですかね。まあまあ、大体把握したところで、じゃあちょっとお月見タイムっていうやつがアンロックされたよってさっき来たんで、これちょっとやってみたいと思います。これはちょっとどんなものか想像、モグラ叩きでもない。餅を叩くゲームですね。いやー、で、これ結構叩くのむずいぞ。今、4本指でたたたってやったんですけど、それだとあんまり反応してくんないですね。意外と反応、で、ポイントはな、お金もらえるの。なるほど。来た。お餅から生まれた餅ポイントで、開発。お金じゃなくて餅ポイントだよと。で、開発をすると、笹餅がいきなりできるってこと？そういうことか。やっぱレベル1からだとね、やっぱ相当きつかったんで、新しいのを作っていくのにね、ものすごい数が必要だったんですけど、でもちょっと待って、作れるお餅、絶対笹餅でもねえのか。なるほど。最初の餅と笹餅と二択になるよってな感じですね。これはなかなかの作業芸ですね。とりあえず餅全部ばらまいてくっつけて、で、餅がなくなったらこれやっての繰り返しなんですけど、まあ、この音楽の雰囲気といい、絵の感じといいね。まあ、ゆるい感じなんでね。まあ、そこまで鬼畜なところにゴールは設定してないと思うので、まあ、とりあえずちょっと、やれるだけやっていこうと思います。みたいなんで、オッケー。多分これで、新しい、もちもちカーがアンロックできるかなっていうような感じですね。さあ、どうでしょう。いけない。作れるお餅いけますね。で、これでもちもちカーがいきなりできますよと。これ結構でかいですね。ただね、やっぱりこの1から6のレベルのものが作れる状態にはなってるんですけど、1から6がランダムでどれかだようなんで、なかなかやっぱこうサクサクはもう上がらなくなってきましたね。ちょっともうレベル上げるのが爆裂しんどくなってきたんで、ちょっとね、チェックだけしてみようかなと思います。これちょっと明日にしてみて、タイトルに戻るパターン？タイトルに戻って、オフライン報酬がもらえるのか、これで一気に進めますね。ただ、やっぱりこれ、いいけど、毎回やっぱこうタイトルに戻られると、なかなか時間効率で言うとよろしくはないですね。なので、これあんまり非推奨技ですね。でも 9.41C で、とりあえず新しいやつ、ゲットしましたよと。ただ1から7ってなったところでそこまで大きくはないかなってな感じはするんですが、ちょっと待って、作れるお餅2になった。最低保証が2になっている。
あ、これはでかいぞ。これはでかいぞ、マジで。多分、あ、いけますね。はい、持ちドラができて、これで、最低が3になるのかどうなのか、ここ、でかいところですけど、どうでしょう。3になってくれれば、かなりでかい。あ、なってる！なっている！あ、これはもう、だから、作れるお餅のレベルを上げれば、どん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 最低保証が増えてくんで、これちょっとサクサクいけそうっすね。今、ガチャガチャでですね、餅オリンピック出場権っていうのが当たったんで、お餅の祭典、ちょっと、出てみようと思います。なんかね、面白そうだったんですよ。これ、もう間違いなくこれよ。で、タイミングよくジャンプすると、お、餅について、よーい、パン来ました。あー、なるほど、ジャンプするだけか。あー、これ避けるだけね。はいはいはい、あー、もう、シンプル、極まりない。もう、ちょっと待って、これもう、土着そ簡単やな。よーし、頑張るぞーって感じにはもう全くならなかったですね。ほんと、このゲームをダウンロードするときのサムネイル的なやつがこれだったんで、ちょっと期待してたんですけど、これは簡単クラスな。OK、じゃあ、ちょっと普通クラス、ちょっと行きたいと思います。あ、アクションが増えた。ジャンプとしゃがむがあるんですね。さあ、ちょっと、あー、なるほど、ジャンプしてしゃがんで、はい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 、OK。ぬるい。これはやっぱもう持ちこねるゲームだから、多分こっちに期待しちゃダメなんでしょうね。見た目はこれかなり面白そうだったんですけど、とりあえず、難しいクラス！オッケーオッケー、こっちを期待しよう。ジャンプ、しゃがむ、アタック、はい、オッケー。さあ、そろそろ、クリア。もう、これはもうボーナスゲームですね。だからただのね。まあクリアすると、まあ1になるとポイントが結構もらえますよ、的な、まあそんな位置づけでしたね。うん、難易度を求めてたのが間違いでした。これで、多分、ナンバー50が出来上がるかなって感じですね。OK、来た！ケーラン！ね、全然終わりが見えないですね。よし、来た。これで、100ですね。おぉ、きび団子。いや、でも袋はどこから来たのっていうのはありますけどね。来ました。とりあえず100まで来て、終わりかなとか、ちょっと淡い期待を抱いておりましたが、13ページ目がもう現れましたね。とりあえずまあこんな感じで今できてますよってな感じなんですけれども、これで11ページ、12ページ目で、もうまあ、これ100なんですけど、108までだったんですけど、新たに117までできましたね。これね、行けば行くだけどんどん新しいページが増えてくるっていうね。そろそろ終わりでやってくれ！さあ、ここよ。さあ、新しいやつできました。稲荷団子。で、これのページが、お餅図鑑を見て、あはー、増えてる。17ページまでやったんですけど、新しく、これね。で、18ページ目が生まれてますね。162か、これもポケモンより多いのかよ。いや、初代ね。うん、今のポケモンで言うとえぐいけど、今、153まで埋めました。で、次の154をアンロックした時に19ページ目ができるのかどうなのか、もうそろそろ出ないでほしい。あ、とりあえず、154アンロックしました。19ページ出るな！あー！もう！いや、ただ、もしかしたら19ページ目が1つしかないとかね、そういうこともあり得るんでね。ないっすね。埋めました。これで19ページ目163アンロックして、次が出んのかどうなのか。もうなんか、終わりが見えへん。こんな可愛らしい感じのキャラクターなのに、めちゃくちゃやり込み要素作ってますからね。新しいやつ163アンロック、スイカ大福ねえ。よっしゃ。スイカ大福いいけどさ、下のあの緑のやつあったらガリって、もう、20ができている。よく、ここで、なんか、終わらないね。全然終わる気配ね。でも20ページで終わる可能性はね、ちょっとあり得るよね。172、安読しました。これで新しいページができているのかどうなのか。もう、これマジでどこまでやる？本当に。
これさ、新しいページ出るごとにさ、9個アンロックさせられるのがもうかなり苦痛なんですけど。さ、はい、持ち影。もう、忍者じゃん。もう、持ちじゃねえよ。さ、あー、22ページ目もできてる。もう、やだー。ギブローかな。これ、もうギブアップ。いや、200までで終わる説もあるからね。はい、ごま団子、はい、190いきました。22ページ、あはい。出来上がってるね。もう、さ、こっからまた9個いかんといかんわけでしょ。おっ、はぁはぁ、終わりが見えた。200までや。このゲーム200までだ。感動のラストです。さあ、これでピザっぽいやつ来たら終わりなんですけど、とりあえずピザっぽいのが来たらすべて、よし、オッケー。さあ、これでもう全部連鎖して、長かった最後のお餅、出てくると思います。これが多分伝説のお餅だと思われますけれども、これね、横に出来上がったやつがね、勝手にくっつくっていうシステムがあるので、まあ、コンボっていうね、概念ですね。はい、とりあえず今、一番右上のやつがね、レベル199なんで、レインボー団子みたいなやつね。あー、長かった。とりあえず最後ぐらいね、なんかこう、気持ちよくどんどんこう、レベルが上がっていくこの感じを作りたくてね。いやー、長かったです。このゲームはマジで。さあ、伝説のやつ、けど普通っぽいけども、思い出の餅っていうことで、最後です、図鑑ナンバー。お、エンディングっぽい。そのお餅は、この丸み、柔らかさ。あの時、おばあちゃんのお餅、いいですね。おもうこれスクショしとこう。これはもうスクショしときましょう。いやー、最高です。お、あー、素晴らしい、いいエンディングでした。これは、いいね。全部おばあちゃんのお餅にしてやりました。マジで時間かかった。最後の一個がなかなかきつかったですけど。とりあえず、まあ、お餅図鑑ね、これ途中でね、こう、ゆべしが出てきたりね、こう、福島県のソウルフードね。まあ、いろんなこう、ユニークなお餅がありましたんで、ぜひともね、途中のお餅とか、こう、一回一回でこう、お餅新しいの出てくるたびに、こう、感動があってね、非常に素晴らしいゲームでございましたんで、ぜひとも皆さんもね、ダウンロードして、伝説のお餅を作ってみてはいかがでしょうか。ということで皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。